今日はですね、ごく簡単なテストをやりますけども、これはもう分かりきったテストなんで、結果はもう分かってるんですけども、力強く投げた場合とゆっくり投げた場合ですね、剣がどういうふうに、どういう姿勢で飛んでいくかっていうのも、誰でもご存知の通り、ゆっくり投げた場合、例えばこういうふうに手腹にしたのがこういうふうにいきますよね。ゆっくりこう投げた場合で、早く投げた場合にはこういう、この姿勢の位置が長い時間こういうふうに遠くまで行くわけですよ。で、こういうふうになっていくわけですね。だからゆっくり投げればこうなりますけども、素早く投げれば当然この滞空時間というのはこの姿勢を保つ時間が長くなりますから、まあこれ投げ方にもよるんですけどもね、あまり変な滑走をさせたりするとどういうふうに投げてもこう首落ちしちゃうんですけども、ちゃんとした投げ方すればこの滞空の時間が非常に長くなるんですよ。短い距離でも遠くても同じですね。だから、強く投げれば首落ちはどんどん遅れていくので、例えば前傾で発射させた場合もこのぐらいですね。これ垂直線だとすると、まあ20度ぐらいの前傾でやった場合もゆっくり投げると、これは早めに首落ちしていくんですけども、強く速く投げるとこのゆっくりなんですよね、落ちていくのが。必ずしもそうではないんですけども、まあ大雑把な理論としてはそういうふうになります。そこで今日やるのはゆっくり投げた場合と、早く投げた場合の空中での剣の姿勢の変化ですね。それを見ておいてください。で、条件を一緒にするために全く同じ長さ、同じ形、同じ重さの剣を2本使います。で、1本目ゆっくりと投げて、2本目は早く投げます。で、ただね、これ今のこの撮影と秒間30フレームなんですけども、1秒間30ですね。やっぱり見えないと思うんで、一回これ普通に撮影した後にやっぱりハイスピードで撮ります。強く打った場合と弱く打った場合のその剣の空中での傾きの速度ですね、こう早く傾くか、それともこう比較的この姿勢を維持していくかっていう問題ですね。420で少しボケるんですけど、420で、420コマでゆっくり取っています。次は。次は分かりやすいようにですね、こういう長い刀を使います。まず、脇差しぐらいですね。これだと空中での姿勢がよく分かりますから。次は2剣半の距離にします。そうするともうちょっとゆっくり分かりますけど、ただ2剣半からですね、秒間210フレームにまた、戻しますんで。今度はですね、この合金の模造刀ですね、ふにゃふにゃで結構曲がっちゃうんですけども、この方が見やすいと思うので、これを2剣半とか3剣の距離から、弱く投げた場合と強く投げた場合の違いをやります。
今大体これ2件半からずっとやってたんですけども、今度はですね、挟み打法というか、この間やったですね、剣を強く握ってていきなり離すっていう、やり方を、脇差しくらいの大きさの剣に対してやっています。つまり最初強く握ってて、手離れのところにパッと力を解放するんですよ。その方法でやると少しまた、角度が変わります、発射角度が。